今回は神奈川県の本厚木駅から飯山観音まで歩きます。なんと途中から峠巡りになってしまうんです。距離は約13キロ、時間は約6時間です。距離の割にね、時間長いと思うんですけどね、峠なので時間がかかりました。このね、青い点線は途中までですね。途中からですね、これ峠に入ってるんですけどね、ちょっと Google は言うこと聞いてくれなくて、アップしてる部分を歩きました。あとは動画を確認してもらえるとありがたいです。はい、こちら本厚木駅です。神奈川県ですね。駅前、多分今だけ。で、今日はですね、この本厚木駅から、飯山観音前まで歩きます。普通のなんかね、携帯で調べると、結構バスに乗るんですけど、まあ、そこを全部歩こうかなっていう予定ですね。では行ってきます。はい、ずーっとまっすぐ歩くだけなんですけどね、なんかちょっと坂が見えたり、あとね、ちょっと見えにくいと思うんですけど、後ろにね、山とかも見えたりして、この辺の岩ね、日当たりがすごく良さそうなので、ね、羨ましい地域ですね。あとなんかおしゃれなマンションゆるーと寝ます。まだまっすぐです。はい、こちらなんか中学校か小学校、多分中学校があって、左手ですね、青空と大地国内駅っていうのがあって、地元のね、美味しいがちょっと食の駅ということでね、ちょっと行かないんですけど、多分いろんな野菜とか食べ物が売ってたりするんじゃないかな。もう車もめちゃくちゃ止まってますね。美味しそうなところです。マンホールはこんな感じですね。あとはまあ美容室があったりで、まあ相変わらずまっすぐな道を歩きます。さっきの食の駅から歩いたらですね、ドドーンと大きい蔦屋がありました。中古も売ってる。で、隣にはオフハウスってことで、あれですね、ブックオフ的なところかな。で、こっちはなんだろう、工場ですかね。あまり何もないと言ってもいいであろうルートです。こちらは厚木トレリスっていう場所で、メガマックス、まあ、家具をね、日本最大級の家具アウトレットが入ったり、フードコートで、この隣にあるね、ここはゲーセンだったりが入ってる場所になります。まあ、ボーリングのなんか絵もあったんでね、ボーリングとかも多分あったり、確か夜遅くとかまで空いてるんじゃなかったかなということでね、遊びに行く場所がないっていう方はね、こちらに来てみてもいいかもしれないですね。はい、さっきの建物の隣にね、プレシアという工場、大きいですね、があるんですけど、すごい車とかね、駐車してるなと思ったら、下の階に洋菓子屋さんが入ってるらしい、エミタスみたいな名前なんですけど、だから写真で見る限り、美味しいね、お店でしたね。洋菓子です。こちらが、ソフトクリーム、普通に食事の方もあったり、1000円くらいですかね。これすごい。ここでも食べる。あとお土産も売ってますね。ちょっとね、今買わないので中には入らないですけど、プリンとかソフトクリームが人気なのかな。あ、ちょっと今中に入ってみた結果、人気なね、理由が分かりました。スポンジケーキ、一番下のとかロールケーキみたいなのがもう訳ありっていうことで、すすっごい本当よく見るコストコの大きさの箱みたいので100円とか300円、めちゃくちゃ安いですし美味しそう。あとはねなんかガーナのタルトとか、ガーナってチョコレートの有名なやつでも100円ぐらいセールしたりするんで、ここはね行くべきですね。工場直販なんだな。ここはね来とくといいですね。買っちゃいましたね。これねフルーツの中に入ってるんですけどジャムかな。でこの量でこちらです。298円の税込み321円。いやー得でしょう。6時までね空いてるらしいんですけど、こりゃ客も止まらんわ。ということでですね、ぜひ来てみてください。ちょっとね待ちきれなくて食べてみたんですけど、ちょっと噛んじゃったらもういちご、桃とかみかんかなが入ってます。でジャムじゃなかったです。柔らかいし程よい甘さなんでね、ここにコーヒーあったらもう完璧ですね。工場地帯を抜けてですね、ポンジュースの工場とかいろいろとありまして、こっちはねちょっと山とかが見えてね景色がいいですね。でこちらに行くとなんか細い道ですね。ここからまだまだまっすぐ歩きます。とっても静かな道ですね。隣はやっぱ国道だけあって意外とね音はするんですけど、こっちははいこんな感じで静かな道となっております。ここをまだまっすぐ歩いてまだ1時間ぐらいですかね歩きます。さあこのね細い道からこの竹すごいですね。でもね結構倒れちゃってますね。見えますかね。でこっちからね行くみたいなんですと言いたいところですけど、そんなことはなく変わらずこっちのね道をまっすぐ行きます。あと40分ぐらいでしたね。一つ目のね目的地の、巡礼峠、峠の広場という場所みたいですけどに着きました。まだここ駐車場なんですけどね、さらにちょっと面白いものがあったんで紹介したいと思います。こちらです。猿に注意ということですね。はい。まさかはね、猿ここら辺の地域で出るんですね。全然出るオーラないのに。もう公園がね、どんな感じかわかんないね。あとね、ここら辺のお家、ここからまっすぐ行ったお家はね、結構どれもね、大きいお家で、駐車場もだいたい2、3台泊まれるとか、もっとなんか多いところだと、7、8台とか泊まれそうなところがあったりと、大きいお家ばかりでしたね。さあ、これはどんな感じなんでしょうかね。こちら、七沢フォレストパーク、森林公園ですね。英語で言うなって。で、今、ここに、現在地、トイレがそこにありますね。で、こっから公園、ここにね、だから、春であればね、桜の道なんで綺麗だと思います。で、ここに行って、ここからね、次の目的地までは1時間10分って出てきたんだっけな。で、ね、そんな大変じゃなさそうに思うと思うんですけど、ここから見てもですね、結構な山ですね。坂道です。ただ、さっきから、ご年配の方とかも、年配の方も体力ありますけど、とかも歩かれてるんで、ちょっと負けないように頑張りたいと思います。さっきはね、坂を登るとって、あと全部ね、こうやって石畳ですね。ちょっとなんで上がりにくいかもしれないです。で、こっち側ね、遊ぶところ。ね、峠まではもうちょっと上ですね。はい、こちらはね、坂じゃなくて階段を登って、こちら。いや、結構ね、息が切れますよ。でですね、峠の方に到着となります。まず、こちらですね。おっと、何かなオープン。まさか鳥がいたりしない。あれ、塩ボックスなんだろう、塩とか売ってたりするのかな。次はじゃあ巡礼峠の伝説ということですね。鎌倉時代初期のまあちょっとね、たの過酷。はい。という感じですけど。ここ面白いのかな。この峠には巡礼の旅をしていた老人と娘はこの峠道を通りかかったとき、木陰に潜んでいた悪者に切りつけられ亡くなったという悲しい伝えがあります。無残な姿となった巡礼を見つけた村人は後日自走尊を立てて二人の供養をしたそうです。自走尊は今でも峠を通る人を静かに見守っています。で、さあこちらは何かな？峠の広、標高168メートルですね。なんかリスでも出てくるんですかね。さっき猿は注意でしたけど。さあ、うお、わかりますかね。またもう階段がすごい。もうこっち行かないんですけど。と、こちらは、ねえ。本題の雨。いろいろと分かれてて、あ、温泉とかもある。うわ。いや、私たちここ行くから、やっぱさっきの坂道上がりますね。で、これですね。ってことは次行く場所は標高何メートルになるんだ。やっぱり猿は出てきそうなので、要注意ですね。ほう。では坂上がります。こちらこの木めちゃくちゃ蜜がね、夏とかだとここでクワガタ捕まえるのがいいんじゃないですかね。ということでですね、こちら側を通って、あ、今もう一人登られてるんですけど、こっちはね、物見峠の方となります。なんだこの坂はって感じで、全部階段ですし、まあで、ここからは1時間ぐらいかかりますかね。ということで、進みます。あ、ここね、犬とか散歩してる人も多いですね。楽しいと思います。まさかはですね、行き止まりかと思ったんですよね。と思ったら進めるみたいなんですけど、なぜこういうものがあるかというとですね、柵。はい。鹿やイノシシの被害を防ぐためということで、ここら辺鹿やイノシシまで出てくる可能性があるという、厚木ってそういう場所ですかね。なんか絵はちょっと可愛いですね。ね、お魚のヤンキーザですね、これは。ということでですね。電気柵なんだ。なんか人間は大丈夫だよねって気になっちゃいますね。よいしょ。はい。まあ、道的にはね、そんな、いや、ほんとね、こういうタイプなんでね。気をつけないと足引っかかって、これこれ。今ね、逆にこれがあるからいいですけど、あっち側は柵ないのでね、もう間違えたらそのまんま転がっていってしまいますね。はあ、さっき峠から階段登ったところは標高190メートルでした。ちょっと疲れてるのもあってね、ちょっと空気が薄く感じもしますよね。まあ、一応ね、これでも南米の5000メートルのとことかにはね、標高5000メートルところとかには行ったことある私ですが、ね、そんな何年か前のことなので、もうきついです。こんな感じのルートがね、1時間ぐらい続くのかな。ちょっと足に負担はかかりそうなルートです。ね、草があってちょっと気持ちはいいですね。音もいいです。途中でね、こうやって、いい景色もね、眺められます。で、やっぱイノシシたちはね、こっちから行くっぽいですね。もうね、柵はないので。いや、今のところは、はい、イノシシも、鹿も、猿も出てきておりません。虫もね、いないですね。今のところ鳥も見てないし、虫も見てない、あ、言ったか。ので、まあね、この季節はここの道、いいと思います。ですね、峠、ね、ずーっと歩いてきました。これね、ビデオでわかるかな？すっごい坂になっております。いやー、さっきからでもね、何人かはね、こちら側から来てますね。後ろからはね、人来ないので、焦らされはしてないんですけど。わかるかな？すごい坂なんですね。あんまわかんなそうだな、ビデオじゃ。ちょっとね、今見た瞬間になんだこりゃっていう言葉が、口からね、出ちゃう。で、さっきね、この草があるのがね、いい音って言って楽しんでましたけど、実際このね、草があるから、逆に滑ったりするというね、危険な気もしますね。でね、まあ峠あるあるなんでしょうね。とか山。本当に、こういう道が多いからね、危険ですね。でね、こうやって、登ることによってね、どこの道なら安全に歩けるかとか考えるんで、頭も使っていいんですかね、体も使うし。いや、ちょっと、今日はいい体力使いそうですわ。よし、登り続けます。まだあと、どんぐらい1時間近くまだあるのかな。さすがにもうないかな。よいしょ、登ります。足元に注意ということなんですけど、おっとおっと、階段一段一段がね、高いんですけど、まあ、どのぐらい階段があるかと言いますと、だらーん。なんだこりゃ。いやー、なんだこりゃ、本当に。どっかの神社でも行くのかっていう。いやー、本当に、鍛えられてしまう。多分、100段はないかもしれないですけどね。一段が、じゃ例えばね、私の足、結構大きいんですけど、こんな感じで、わかりますかね。多分、この一段とかあと、35センチとか、もっとあるんじゃないですかね。40センチとか、があったり、まあ、途中途中はね、もうちょっと低いんですけど、疲れたよー。あと、どんぐらいですか ?0.3 キロぐらいとかですかね。まあ、そろそろ着いてもいいかなと思っております。はい、到着しました。景色の方はこちらですね。登った甲斐あったかなと思います。いやーやっぱね、こういうのは天気いい日にするべきですね。でさっきの階段、上から見るとね、どんな感じかと言います。やっぱこっちにもね。はい、いかがですかね。伝わります？おー、すーごい本当に、もうね、途中でね、足も滑りそうになりましたね。いやー、きついねー、ほんと。やってくれたなーって感じ。まあ、下りよりは坂の方がいいのかなと思います。あとはね、こんな感じで。ね、心理的な変化ですけどね。ね、青が都市、緑が森林。ね、ここら辺に、緊張とか。ね。まあなんでね、やっぱり、たまにはね、都心に住んでる方は、こうやってね、森林と触れ合う日をね、ぜひとも作っていただきたいですね。人もね、あまりいないから、ね、静かに、いろいろとできますしね。まああれだったらね、峠の上でね、本を読んだりして、よりリラックスっていうのもいいかもしれないですね。まあ降りるという。ね、大変なことが残ってますけど。で、まだ峠巡りは続いているので、あっち側へね、行きます。ひょう、下り坂がね、また始まるのかな？下り坂と続きそうです。物見峠からはそんなにね、きつくないルートでしたね。で、歩いてきて、こちら。はい。無地な坂ですかね。に到着です。で、ね、こちらの峠のね、意味ですが、はい、無地なとはですね、獣の無地なのことではなく、この付近の6つの地名、つまり、無砂が無地なになったと言われ、この峠の前後にある白山橋、長坂、花立峠、月町は京塚、細入江のことを言うみたいです。ということですね。まだ続きます、峠巡り。あと2つぐらいですかね。こっちにね、続きます。あとは途中にね、隠れて、こういうのもありますね。この、関東ふれあいの道っていうのでね。ね、あとうわお、あと何キロとか、書いてあったりします。ということで、ね、まだ歩き続けます。もうね、3時半。なので、ちょっとね、急ぎ足で行こうと思います。またですね、さっきのような階段がありまして、まあ、さっきよりね、段数が少なかったり、あとはもうちょっとね、長さもなんか高さがなかったので、見てください、この細い道わかります？ほんと。足のね、横長さ分ぐらいしかない道になります。いや、ちょっとね、階段の後もね、休憩できる場所あんのかなと思ったら坂が続いてて、ちょっと全然行っております。さあ、さあさあさあ、お！はい。特に何もついてないな。では、今頃になるんですけどね、今日私が目指しているものとはですね、こちら、飯山観音になります。なんかもっと、かかると思ったんだけど、もうあと 0.4 で終わりなのかな。あとはこの森林を育てるというね、ちょっと可愛い絵が。ね、ほら、男の子。すごいですね、この帽子ね。ね、で、この、ね、帽子の変化にも注目したいところかな。ね、着々と帽子、変わってしな、顔もね、どんどん真剣になってきているかな。という、ね、まあ愛情を持って、わー、おー、こっち、なのか？下り坂？嘘だろ！え？こっちじゃな、あれか。こっちのバス停に行く方だと、こっち？バス停行く方が危険ですね、ルート。いや、なんかわかるかな？すごい、下り坂は。まあ私はね、こっちのまっすぐなルートでいいと思うんですけど。あとは、こんな感じで、どんな生き物と触れ合えるかなと言って。キツネとか、もうなんかリアルだな。もう加えてますからね、もうそれぞれ何かしら。ねえ。まあ、今の、ね、いろいろといますけど。今のところ、まあ、多分アリとかはいるんでしょうけどね。目は合ってないですね。ってことですね。もうちょっと歩き続けますか。そうね、暗くなってくるのが一番怖いので。歩いていきます。景色はあまり見えない状態ですね。木に隠れて。はい。こっちもね、ちょっとえぐめな坂だったんですけど、細い道で。で、ここ展望台と、まあ、女坂は左。130プラス男坂なら、右ルートになります。まあ、右ルートから行こうかなと思ってます。あとね、こちらにはね、展望台があります。みんな休憩。女坂。階段まみれですね。まあ、男坂から行こうと思います。男坂はね、どんなものかと思ったらですね、もうずっとね、階段が続くというものになっております。ちょっとね、私なんかのタイミングでちょっと間違えたみたいで、右膝の上ら辺がね、ちょっと痛いですね。もう、ちょっとやばい。なんだこの一段。ちょっとこのね、手すりを使いながら、ういよ。おっと、普通のランニングシューズじゃ危険だ、滑る。これは、掴みながら行かないと、危険。よいしょ。はい。はぁ、あ。おぉ。怖い怖い。ということですね。永遠に、見えますがね、もうほんとこっちのも奥までずっと階段が続いております。またこちらもね、段差の方は、高さ様々なのでね、登りにくいじゃなくて、降りにくい。お前本当にちょっと膝が来てんな。何やっちゃったんだろう。痛い。ちょっとこれは怖い現象です。続けますね、歩き。おいおいおい。はい、永遠にね、階段の道続いておりますが、こちらにね、ちょっと緑色の看板があって、山桜。で、4月頃ね、咲くみたいなんですよね。そしたら相当綺麗になるんじゃないですかね。もうここら辺はね、木だらけなので、まあ、どっからどこまでね、咲くのかちょっとわかりませんけど。ね。あ、あっちか。ね。ここら辺ちょっと奥ですね。が多分、山桜の木だと思います。いやー、だいぶ疲れますね。本当に。なんだろう、階段だけで多分15分、20分、もっとかな、のルートだと思うんですよね。ここら辺葉っぱ多いから危ないし。ね、さっきのちょっと滑るって言ってたとこなんですけど、今ちょうどね、家族で歩いてる方がいたんですけど、お母さんのね、キャーっていう声が、悲鳴が聞こえたので、やっぱりね、滑るんだと思いますよ。ランニングシューズとかじゃなければ、大丈夫だと思いますと言って、久しぶりに、咲くというか、お、なんだこれは。あ、野生の猿にね、対する心得。これは覚えといた方がいいんじゃないですかね。物取られる可能性があったり、こんなね、話しかけたりしない。という、あれなんだ、あ、あれだ、こっちのルート、女坂ですね、多分。いやー、ゆるそうですね。で、ね、こちらの、久しぶりに見たな、ここを出るということですね。はい。はい、柵からの、なんかよくわかんない生き物。なんですかね、タヌキとなんか、で、男坂。ということはね、イコール、女坂の方にも何か、生き物が、よいしょ、よいしょ、いるはずなので、ちょっとね、で、こっち、女坂。あ、うさぎだ。これはすぐ分かった。で、さっき、ほんと何なんだろう。ね。で、はい。女坂ですね。で、こっち行くと、長国寺になります。ずっと長谷寺だと思ってました。いや、ね、なんかやっと、普通の場所っていうんですかね。に来た。気分ですね。おいよ。よいしょ。よいしょ。いやー、もうこれはね、よく寝れるでしょうね。よいしょ。654といきますか。作り的には面白いですね。はい。5番、いよいよ。そういえばさっきね、休憩でまた、ロールケーキを2つほど食べました。そして私、甘いものが大好きなのでね、進むというところでしたね。3番、2番、1番は8。はいよ、おいよ。はい。はい、1番。で、1の、はい、はい、はい。1から見に行くものですね。はい、失礼しました。はい。あ、こっちから出られるのかな、ルートはそれでいいのかなね、あ、よ。はい。ということでですね。はい、橋寺でございます。いやー、男坂きつかったなあでもまだもうちょっと歩くのね、続くので、はい。このままね、もう少し歩いていこうと思います。こういうのをね、シビと言うみたいですね。魔除けや日よけの目的から付けられた。飛鳥時代から、中国からね、伝わったみたいですね。瓦と一緒に。で、目の前にあります。で、あそこね、もう桜が咲いてました。見えますかね？左側のピンク色。あれ桜です。よいしょ。飯山観音はもっとね、離れたところにあるかと思ったんですけど、長国寺の前にですね、飯山観音長国寺という名前みたいなので、こちらが目的地となっておりました。よかった。私はね、そうやって飯山観音だっていうのはね、分かってなかったんですけど、こっちからね、登ってきていたら、こうやってね、書かれているので、飯山観音は神奈川の継承50選ということみたいですね。あとは、このね、写真志向、仁王像で説明が書いてあります。こっちは、あ、ここか。見えますかね。ね、でこちらもねで階段と膝はねさっきと比べたら良くなったかなと思います。でね、よいしょ。あれね、この階段の道なんですけど、一緒に歩いた人がね、高所恐怖症だったなんですけど、怖いみたいです。高所恐怖症との勝負もあったみたいですね。で、森林セラピーロードマップになります。で、こうやってね、ドドーンと。いや、静かですね。あと、こっち公園もあるみたいですね。車でも来れますね。ってことでですね、今日の本厚木から飯山観音までのね、峠コースはこれで終わりになります。いやー、まあ、一つ言うとね、疲れましたね。歩数とか、まあ、今、全体だと2万歩超えて13キロぐらいなんですけど、まあ、家とかの距離からね、またそれは後でお伝えします。ということでね、こちらで終わりになります。ではまた。ですね、またもう予定外にですね、本厚木までも、歩いて帰ることにしました。まあ、さすがにですよ、峠は歩かずね、普通のルートで歩いていきます。で、あっち、やっぱ峠すごかったですね。んでね、お、いや、名水。で、飯山にはね、飯山温泉といってね、温泉もね、いくつかあります。こうやってね、立ち寄り、あ、1000円でタオル付き。いいんじゃないですかね。今の時期でもやってるのかな。あとは、ね、いろんなものがね、入ってます。成分たち。ここだけじゃなくてね、ほんと3つ4つあるので。で、また一般的には、ここからは、ですね、歩いて帰るなんてしないで、バスがね、出ているので、バスに乗って、うわ、大きい。楽しそう。泊まることもだからできんのかな？今書いてあったっけ？そういうことですね。何話してたかな？はい。まあ、本厚木駅まで歩きますよ、ということをお伝えしておきます。もうね、5時も過ぎたんで、で、1時間半ぐらいかかるらしいんですよね。なのでね、もう6時、一番人気なのはこのレモンオレンジですね、売り切れ。唯一。はい、あとね、見えるかな？ここにね、茶色い看板があるんですけど、そこにね、ちょっと私が見えないや、なんとか白山森林公園へようこそじゃないな。あ、またどうぞって、ちょっとね、親切に言ってくれてるわ。だから多分、あっちから来たら多分、ようこそとか書いてありますね。お、ほら、ね、飯山温泉の観光マップ。おー、あとはね、温泉じゃないですけどね、こうやっていろいろとあって、説明も、一つずつね、細かく書いてあります。ハイキングコースだったり、で、これがね、現在地で、これが今の温泉ですね。ほら、他にもね、あったりします。ここがさっきの男坂と女坂ですね。川線に、あとはここはアジサイロードだったりで、ここがなんか厚木市内だから、まあ、ほぼほぼね、まっすぐ歩いてれば厚木市内に到着しそうですね。よっ、七不思議もあるみたいです。高徳寺の片葉の松がなんかいろいろと書いてありますね。よいしょ、歩きまーす。先ほど紹介したね、こちらのお風呂なんですけど、温泉なんと令和でね、元年で、閉館しておりました。おひょ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 ねえ、せっかくのふるさとの宿ですね。お、見えるかな、飛行機雲とね、いい感じに。いやー、そういうことでもうね、ビデオは足らないはずです。本厚木駅まで歩きます。頑張ります。膝の方は治りました。では行ってきます。さっき私白山って言ったんですけど、飯山、白山森林公園でしたね。でね、ちょっとこの千と千尋みたいな橋があって、多分息は止めなくて大丈夫だと思います。わらわらのところですね。で、ウォーキングマップということでですね、今回はもう峠とか行かずに、このような、この子はね、あゆころちゃんっていう厚木市のマスコットキャラクターらしいですね。だからあゆ祭りとかもあるんですよね。こういうね、ノーマルなものを見ながら進む道となっております。で、軽い消費一覧っていうのもあるんですけど、今どっから始まるんだろう。なんか最初のスタートからだから、ここら辺ぐらいまでカロリー消費してくれるのかな。まあそれであればありがたいですね。あとはここにあるのが、自治館でしたね。あとはこちら大きいお家なので、歩いていきます。あと七不思議の方がですね、こちらに細かくね、こうやって書いてあるので、興味ある方はぜひ読んでみてください。こちらね、こんな感じで川かな。ではこちらに神社があるみたいですね。はい、なんていうのかな。で、こちらが神社、公園付きの神社かな。あ、ここから見れた。よいしょ。私はね、まだカメラね、ライトとかを買ってないのでね、今日最後になると思います。こんな感じでね、まあ、家がまあ何軒かあって、ほらね、バックにはもう山があるルートですね。ここのね、道の途中から物よけ峠って読むんですかね、峠がありました。で、私はね、ずっとこっちね、まっすぐ行きます。ということで、今度こそ終わりになります。まだまだあと1時間ぐらいは歩くことになると思いますがね、もう普通の道はね、峠と比べれば余裕かなと思っております。では頑張ります。ではまた。スタート地点本厚木駅では距離 2.54km、 3669歩でした。七沢森林公園到着時は距離 9km、 13578歩。帰りの温泉のところら辺では 14.93km、 23140歩でした。家に着いた時は約17kmでした。そしてロールケーキほぼ一人で食べちゃいました。こちらは飯山観音のトイレの近くにあります。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。